やはり、やはりこれです。圧線を上げていくと滑っていきます。まあ無理やりクラクションをかけるのが難しい。さあ後方回収であってもなかなかクラクションが伸びづらいというコンディション。さあそして名取選手が今スタートを切りました。渋谷選手です。失礼しました。渋谷選手が今スタートを切りました。さあこの辺は1分、19秒から。さあそして山田選手が今スタートを切りました。ここからトップ3、第1キートのトップ3になります。まず山田剛、そして、トップ2、上井選手が今スタートを切っています。北西からのエントリー、上井選手が、この17秒台で石切り工事を見上がっています。そして琉球、今トップを走っていますのはこの清水浩二選手です。さあ清水が持つ第1ヒートのベストタイム1分17秒250。さあこれをですね、高田選手スタートします。さあこの試合が先ほど第1ヒートをネットに伝わってしまいましたが、さあ清水浩二、まあ、一応頑張っていきます。さあそして浅倉選手が今スタートを切りました。浅倉選手も、この位置にアマチュア高校では第8です。さあ高橋光成とともに、これから自らの力を出している佐藤清水。15番高橋選手スタートします。そして高橋光成がいます。この辺は若手が台頭してくれます。そして前編17番、今季を最後に、旭川から埼玉に転勤になってしまいます中村圭一選手。さあこの勇姿が見られるのもこの最終戦で終わりになります。非常に寂しい、中村圭一選手が最後の、さあそして2年17回の重鎮たちが今エンバートを切っていきます。今季を最後に埼玉県に移動になる中村圭一、そして今スタートを切った、重鎮小田選手です。さあこちらも、17の老舗と言っていいでしょう。佐藤康雄選手が今スタートを切りました。小田、そしてこの佐藤選手とともに、40代後半、松江正選手スタートします。そして末政選手が今スタートを切りました。末政選手も、出るときは出るんですが出ないときは出ないという勇者ですが、そして番長小林、下野の町伊賀川町から準備したんですが、2008年の先端はちょっと終わってみたいな。この小林選手、2008年後半になってから、そして小林義和選手が、
スタートを切りました。1本目、第7位につけている、つけました、小林義和選手です。さあ、全国シード A 級の星澤、大阪府からただ一人この北海道、2008年度シリーズに投げ込みをかけています。さあ、仕事の関係で今シーズンは北海道全線出れるんだと言ってきた星澤です。さあ、記録の大魔神フライング大魔王の藤巻選手ですが、大ヒントは、受けるよりも実を取る。さあ、スタートを切っています。さあ、そして大阪、そして、今回大ヒント第4位につけていた小宮和彦選手、スタートを切りました。さあ、2番、藤巻選手ですが、これは先生12番加藤選手スタートします。まあ、そうなると、13秒台が2人、そして堀澤選手が14秒、ディフェンディングチャンピオンです。さあ、そして佐藤俊志選手、相手も笑っても、チャンピオンがこれで決定します。2008年度シリーズ、この瞬間佐藤俊志選手ですが、まあ、チャンピオンも飾る。これはどういった戦いになるか、全選手、全ギャラリーの注目な視線がこの佐藤俊二の走りに一点に及びます。さあ、水は絶対にされない。さあ、国によく回るこの判断で、まあ、どういった注目か。さあ、そして模様、タイヤカラーのウェアを身にまとった西橋選手。さあ、マタニティドクターの西橋選手が今スタートを切りました。クラス唯一のライダーとなりました、佐藤由里香選手が今スタートしてきました。こちら放送席のお見合いの方も手伝いをしていただいています、佐藤由里香選手。さあ、そしてポッキー吉田田中高田中にまあゴールです。ございます。さあ、いよいよ、最後のライダー、グレープラス最後のライダーとなった、木根口選手、木根口真由美選手がスタートを切りました。さあ、Bクラス誰が第1ヒートトップタイムをマークするのか、藤戸選手のままになるんでしょうか。